いやー、寒い。いや、ほんと寒いわ。もうホカロンを首の後ろに貼るか、腰に貼るか、もう腹巻きいるわ。さあ、12月15日土曜日夜は10時30分を回りました。イッチーのチャンバラジオ、今夜も生放送にてワロップのスタジオよりお送りしております。11時15分までお付き合いください。はい、今日内入りじゃん。内入り、え、どうですか皆さん。内入り、年末といえば忠臣蔵でしょう。まあ仇討ちといえばね、忠臣蔵ですね。これ本当に探れば探るほどですね、ああだった、こうだったとですね、真相が全くわからない作品でございますけれども、でもほら、昔からね、歌舞伎でこうやられてるほら、仮名本忠臣蔵からとかから見ても、浅野家の正義であるわけですよね。だから吉良の方が悪みたいな感じになってますけども、まあこれは本当はどうなんだと、真相を探りたいところですけども、こう、まあいろんな形でね、いろんな忠臣蔵出てますんで、いろいろ真相は明らかになっていってますけども、本当の真相は闇の中ということで、はい、今夜のチャンバラジオもどうなることやらの闇の中でございます。そんな闇の中からお送りいたします、イッチーのチャンバラジオ。本日も時代劇を愛する方々のためにお送りいたします、イッチーのチャンバラジオ。この番組は時代劇を愛する方々の愛情の提供でお送りいたします。笑いと潜まるあの失敗の小さな輪ゴムは飛んでいけ。